はじめまして、リエルです。私はハレの町田店で働いてます。で普段はダンサーもやってまして、なんかビバップっていうジャズで踊るステップダンスをやってます。今日は私のカバンの中をご紹介していきたいと思います。こちらは、バオバオのバッグですね。なんかシルバーの、すごいシンプルなものを選びました。なんかこちらのバッグを選んだ理由が、なんか結構見た目がちょっと個性的っていうのもあって、高級感もありますし、コーディネートですごくなんかポイントになるので、いつも愛用してます。で、あともう一つ便利なのが、すごいこう折りたたんだりとかもできるので、すごいコンパクトになって、これは本当に荷物として持ちやすくて、おすすめです。愛用してます。こちらのお財布を使ってます。このちょっと小さめなスクエアがすごくよくって、で、トミーメイドさんっていう、私のちょっとつながりで知り合った方のレザー作家さんから、のところで買わせていただいたんですけど、気に入ってるところは、このやっぱ色味がなんかちょっと普通のブルーじゃなくって、ちょっと深みのあるブルーがすごく綺麗で、私はもうこの、お財布に一目惚れしました。中はこんな感じで、本当に、このお財布も分けれるようになってるので、私はこういう感じで、ちょっと綺麗に分けて入れてます。で、小銭入れがあって、ちょっと今日入ってないんですけど、と、あとまあカードが入るようになってますね。これはなんか小さいバッグとかにした時も入るので、すごいおすすめですね。なんかレザーなのでやっぱ使っていくうちにちょっとなんか色褪せとかもあったりとかするみたいで、まだ買って1年経ってないので、これからがすごい楽しみだなって思ってます。で、次にご紹介するのがこちら、ブルドッグが可愛いメモ帳なんですけど、こちらはフランフランさんのところで購入させていただいて、中見るとちょっと結構使い込んでるんですけど、こういう感じでいろんなブルドッグがこういう感じでいるんですよね。すごいこれが可愛くってなんか見てるだけで癒されるのもあるんですけど、なんか最近なんかやっぱりお客さんとかお友達とかにメッセージ書くのにすごいハマってて、ちょっとこちらを使ったりとかしてメッセージをいつも書いたりしてます。いろんなブルドッグがいるのがすごい可愛い。持ち物シンプルにしたくて、スケジュール帳これも何年も5年ぐらいこの無印のスケジュール帳を使ってるんですけど、なんかこの大きさが、私すごい字が大きいのでこの大きさはすごくよくって、で、あとなんか後ろの方はもうノートみたいな感じですごいいっぱい使えるので、これもちょっと今書いてないんですけど、これもすごい買えるところだなとは思ってますね。こちらですね、 iPhone はまだ iPhone X のやつなんですけど、一応もうケースは透明のやつをシンプルイズベストで使ってます。なんかこの iPhone のこのなんか綺麗ですよね。私ホワイトにしたんですけど、すごい形が洗練されてて、すごいもうこの見た目が好きなので活かして使ってます。待ち受けはこんな感じで私の足なんですけどこれがお友達、ダンサーのお友達と一緒に横浜でお散歩した時に、可愛い地面があって、カフェなのかな、なんかバーみたいなところで、なんか地面がすごい可愛くって、なんかよく見たら平和とかなんかピースとか書いてあるんですよね。それがすごい可愛くて裸足になって無我夢中で撮りました。気に入ってます。すごくすごい見つからない、あんまりよく見ないとわからないようなところに、なんかやっぱお散歩するとなんか気づけるからいいなって思いました。私がいつも持ち歩いてるなんかだいたいこの辺コスメみたいなのなんですけど、これはリップですね。これは乾燥した時に普通に使うシュウウエムラさんのリップになってます。これすごいなんか出てくる色なんですけど、これはすごいうるうるなって乾燥本当に防げるのでおすすめです。つけやすいです。すごく寝る前とかにつけていただいても朝すごいうるうるになってるので、すごくおすすめです。これは
白のフレグランスホワイトリリーのヘアミストなんですけど、こちらがなんかもうシュッシュッてつけるとなんかお風呂上がりの匂いがすごいするので、なんかこれはなんか店頭とかでもちょっとリフレッシュするのにつけたりとかしてます。なんか香水だとやっぱちょっとなんか強かったりするので、これだと本当シャンプーの匂いみたいな香りがするので、リラックスするのにすごいおすすめですね。多分あのアパレルやられてる方は必需品だと思うんですけど、あのハンドクリーム、なんかすごいやっぱ冬になると水分がどんどん失われていくので、なんかこのハンドクリームはずっと使ってますね。でこれはなんかすごいつけるとサラサラしてて、ちょっと柑橘系の香りがするので、これもなんか癒し効果があってすごくおすすめですね。段ボールとかちょっとさばいたりとかするので、その時にちょっとやっぱ手が荒れちゃったりとかするので、はい、なるべくするようにしてます。あとなんかニットとかやっぱ手が荒れてたりすると引っ掛けちゃったりするので、気をつけるようにはしてますね。このカンカン中にはこうアクセサリーがいう感じで入ってます。で、なんかリングとか、ちょっとこういうリング、これハレのやつなんですけど、リングとか、よいしょ、切ります。あと、イヤリング。今つけちゃってるのであれなんですけど、イヤリングか、あとハレのネックレスですね。こちらが、あの、チェーン状になってて、この穴に通して、こう、いう感じでつけるようになってるんですけど、つけてみると、こんな感じです。なんか普通に長さは長めのネックレスって感じなんですけど、この紐をずっと引っ張っていくと、こう、チョーカーみたいにつけれるようになってて、これはなんか気分変えたい時にすごくおすすめですね。なんかいろんな付け方ができて、これと二重にするんですよね。こういう感じで、二重に巻いて通す。そうすると、こう、ちょっと今日のおよく分かりにくいんですけど、こうなんかチョーカーみたいな二連のネックレスみたいな感じでつけれるようになってます。これもすごい可愛くて気分で変えられるのでおすすめです。店頭であの着用とかをあの撮影することがあるんですけど、あのインスタグラムとか、今あの自社でスタッフボードっていう、なんかちょっとスタイリングを、スタッフのリアルなスタイリングを載せていくみたいな感じのあるんですけどそれでなんかちょっといろいろ撮影していて、こういうのとかもちょっと持ち歩いて使ったりとかしてますね。これはなんか上野のゴッホのひまわりが来た時に見に行って買ったやつですね。最初飴が入ってたんですけど、もう食べ終わったので使わせていただいてます。なんかちゃっかりこのマグネットになってるのも可愛くて面白いですよね。着用って言ってたんですけど、そのなんかスタイリング、自分のスタイリングを撮るときにすごく使ってるのがこのずらーっと並んでるリップなんですけど、このシュウエムラさんのリップは、これ結構あの濃いめの赤になってるんですけど、ちょっとなんかつけると意外とピンクっぽくなって、すごいこれは可愛いですね。私よくあのリップってこう名前入れられるじゃないですか名前もちょっとリエルって入れたりとかして使って、あと次がちょっとあのブラウンよりのちょっとナチュラルにしたい時につけるリップですね。こちらディオールのリップなんですけど、割となんかシンプルにしたい時に使ってます。こんな感じのなんかちょっとウルウルする系なんですけど、かわいい。マックの、これが真っ赤なやつですね。真っ赤なリップなので、なんか本当にちょっと強めな女性にしたい時につけたりしてます。これでもあのプレゼントでいただいたので、すごい持ってない、意外と持ってないこういう真っ赤なパキッとした赤持ってなかったので、すごい使ったりしてますね。アディクションのちょっと紫っぽい色。なんかやっぱリップによってなんかこういうウルウルするタイプのやつだったり、マットのやつだったりとかいろいろあるんですけど、なんかそれでも使い分けてて、もう一つ紫があります。
これでも結構濃いめの、なんて言うんだろう、鮮やかな紫なので、個性派にしたいときにこれ使います。質感はあのマットなんですけど、これでも結構長く使ってて、なんか衣装とかダンスとかのなんか衣装が派手な時とかに使ったりもしてますね、これは。あとはこれは私すごい日常使いがすごくしてるやつなんですけど、ディオールのリップですね。これもこれは私のなんか多分肌の色にすごく合う、一番合う色なのかな。こんな感じの色で、これすごい落ちにくくて、なんか食べたりとかしてもそんなに落ちないですし、なんか縁がすごい綺麗に決まるので、今つけてるやつですね、これはすごくおすすめのリップです。なんかすごい道を私はいろいろなんか渡り渡りって感じだったんですけど、結果なんかその衣装とか選ぶときにファッションってすごく重要で、でそこでなんか古着屋さんに最初出会って接客していただいたところからなんか出会いがあって、で最初古着屋さんからスタートして、でそこからなんか古着の次はもうちょっとかっこよく行ってみようかなっていうので、ちょっとチャレンジでモードなちょっと晴れの方にだんだんと移行して、でそちらの方に今はいますダンスをやりながらって感じなんですけど、趣味でもないんですけど、なんかダンスバトルに出たりとか、あと今度コンテストにもちょっと挑戦したりとかするんですけど、あとなんかいろいろショーケースとかに出たりとかやってます。まあ、なんか将来はダンスとファッションをなんか一緒に合わせて活動できたら嬉しいなっていうのが願いで今ずっと活動してます。はい、以上でリエルのバッグの中身のご紹介をしました。ありがとうございます。気になっていただけたら、下のリンクからインスタグラムに飛ぶことができるので、そこからスタイリングとかもぜひチェックしていただけたら嬉しいです。たまになんかダンスの情報とかも流したりするので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。